この人に話せば意思決定してもらえると思ってもらうことはすごく重要なので、2019年に会った時に彼が言ってた言葉をずっと覚えていて、まあ、日本でいつかプレーしたい、まあ、彼の発した一番最初の言葉が、そのカメラはどこのメーカーなのっていう、こんなのメジャーではないと、お前らはすごいいい仕事をしてるみたいなことを言ってました、はい、はい、始まりました、事業家の DNA。 本日はですね、横浜 DNA ベイスターズのチーム統括本部のお二人にお越しいただきました。でバウアー選手の獲得でもまあ話題になったということで、なんで DeNA ベイスターズはワウワウ選手を獲得できたのかというところを交渉術という面から深掘っていきたいと思います。で、本日はですね、前回動画にもご出演いただいたんですけど、 AI エンジニアとしてベイスターズのチーム強化に尽力されている大西さんにもインタビュアーとして参加していただこうと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、お二人簡単に自己紹介をお願いします。私、横浜 DeNA ベイスターズでチーム統括本部の副本部長をしております壁谷修介と申します。今の役割はチームの中の育成戦略、データ戦略、あとは選手の査定などを鑑賞する役割をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくチーム統括本部スカウト部国際グループで GL をしております秋田よしきと申します。主な仕事として国際スカウティングに関わる全般のことであったりだとか、外国人選手の来日した後もですね、通訳と一緒になってサポートしている、そういったことを仕事としております。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。で早速ちょっと質問に入っていきたいんですけど、そのバウアー選手獲得までの交渉においてお二人がどういった役割をそれぞれ担われていたのかっていうところを教えてください。2015年から昨年まで国際スカウティングの業務の統括をしておりました。その縁でバウアー選手も数年前からフォローしていました。なので今回ですけども、バウアーとの交渉窓口および球団内部での調整の役割を私が担っておりました。私は主に契約書の取りまとめであったりだとか、契約合意してからですね、来日までのサポート、そういったことを主にしております。そもそもなんでバウアー選手獲得って話が出たのかというか、そこ気になる人も多いと思うので、そこの部分教えてもらってもいいですか。まずバウアーと知り合ったのが2019年に遡ります、はい、その時に今共通の知人にバウアー選手知ってるかと言われて、もちろん知ってるよって話で、はい、紹介できるけど興味あるかと言われました。でもちろん紹介してほしいというふうに言って、そこから交流が始まりました。2019年に彼は最初はメールですとかチャットで話をしてたんですけども、非常に親日家であるということですとか、その年に日本に来る予定があるとオフシーズンっていう話を聞いてました。まあ、その縁もありまして、ぜひベイスターズに来てほしいという話を私からしてました。その年にシアトルにドライブラインベースボールというトレーニングする施設があるんですけども、はい、我々もそこに訪問する予定がちょうどありまして、で彼もそこを昔からメジャーリーガーのパイオニアとして使っている人 で彼もそこにいるということが分かったので、まあ、そこで初めて会いました。それが11月ですね、はい、で2019年の12月にはちょうどできたばかりの横須賀にあるドッグオブベイスターズ横須賀というベイスターズが持っているファーム施設ですね、まあ、そこにぜひ来てほしいというふうに誘って12月に来てもらったと、はい、まあ、そこら辺から交流が始まったというのが経緯になりますね。なるほど、なるほど。日本にバウアー選手が来た時の様子っていうのはどういったものでしたか。まず彼とドッグに来る前に食事にみんなと行ったんですね、はい、その時ファミレスしか空いてないような時間帯だったので、はい、和食のファミリーレストランに行きました。そこで彼は海鮮丼と天丼を食べてたんですけども、はい、まあ、箸を使って器用に食べていて、当時もメジャーリーガーとして結構スター選手だったんだけども、はい、非常に気さくなお兄ちゃんだなっていう感じの印象ですね。でドッグ来た時も、まあ、本当興味津々でいろんな施設見てもらったりとか、うちの若い選手とキャッチボールしたりとか交流したりもしたりですとか、あとはうちの若い選手が変化球の投げ方ですね、カーブの投げ方とかを教えてほしいって言ったら、もう快く教えてくれたっていうのは非常に印象的です。もともとのコネクションがあったみたいなお話あったと思うんですけど、そこからなんで DeNA ベイスターズに獲得の交渉が始まったのかみたいなところを伺いたい。2019年から交流が始まって、2020年で彼は、まあ、短いシーズンだったんですけども、メジャーでサイヤング賞を受賞するほどのスーパースターになってしまいました、はい、でその後ドジャースと3年で1億ドルを超えるような大型契約を結んでたんですね、うん、なのでもうちょっとこれはだいぶ手が届かないなっていうふうに思ってたんですけども、はい、私はその2019年に会った時に彼が言ってた言葉をずっと覚えていて、まあ、日本でいつかプレーしたいっていうのを言ってたんですね、うん、それはもうキャリアの晩年でもう衰えてから来るんじゃなくて、まだ力があるうちに来たいっていうことをかなり真面目に言ってたので、いつか
チャンスがあるっていうのは思ってました。まあいろんなことがありまして、彼は2021年シーズンから MLB で規定違反による処分がありまして、それが324試合あったんですね。でそれを計算すると、まあ、2023年シーズンいっぱいぐらいまでは、まあ、彼はメジャーどころか世界中でどこでもプレーできないというような処分を受けておりました。それが思ったよりも早く2022年の年末ですね、324試合っていうのが194試合まで短縮されたので、うん、そうするともう2022年シーズンいっぱいでもう処分っていうのは終わっているので、もう今すぐにでも彼はもうメジャーでプレーできるという状況になったと。あとは2023年シーズンいっぱいまで契約が残ってたので、ドジャースが彼を残すかどうかが大きなポイントでしたと、はい、そこも結構微妙な話を聞いていたので、早ければ1月13日までにはバウアーはフリーエージェントになって世界中のどの球団とも契約できるというような話を、まあ2022年の年末の時点で情報収集しましたと。でその時からここはチャンスだということで、バウアー獲得プロジェクトが動き出したという経緯ですね。やっぱりそこ真剣に早い段階で検討できたのは、もともと日本に来た時に今後日本でプレーしたいんだよねと声をもらせたことを知ってたみたいなところが大きかったんですかね。そうですね、それもありますし、処分期間が短縮されるだろうというアンテナは張っていたというところと、そこら辺の周辺情報というのを結構まめに収集しておりました。そういったプロジェクトが動き出して、とはいえ、DeNA っていう企業の中で、経営幹部からGOをもらうっていうのはちょっと難しそうにも感じるんですけど、そこら辺どうでしたか。そこは意外と DeNA らしさというか、スムーズにいったんですけども、はい、年末の時点ではチームス統括本部の本部長である萩原さんですとか、はい、ベイスターズの社長である木村さんとも相談はしてました。これチャンスありますよと、来ませんかという話をした時に、彼らはかなり乗り気でした、なので、年を明けたら DeNA 本社も含めて調整しようという話で、南波さん、岡村さん含めて行かせてもらいたいという承認を、得るっていうのは割とスムーズに来ましたね、確かに DeNA らしさありますね、チャレンジしてみようみたいなところ、意外とそこはスムーズに GO が出たというところで、そこから契約成立まで深掘っていきたいんですけど、直接バウアー選手とやり取りするわけではないんですか。交渉は外国人選手は基本的に全てそうなんですけども、代理人と行います、それが YouTube とかにも出られてるレイチェルさん。バウアーの場合はちょっとユニークなんですが、共同代理人というシステムを採用していて、ジョンっていう男性とレイチェルという女性、なかなかキャラも対照的なんですけど、2人と交渉を基本的にしてます。あちらとしてもここまで日本のチームと交渉するみたいなことは経験ある方ではないと思うんですけど、交渉のスタートというかはどういう感じだったんですか。ジョンは昔選手契約を合意したことがあって、窮地の中であったということと、レイチェルに関しても2019年にバウアーと知り合った時から彼女のことも紹介してもらっていて、親交はありました。なのでジョンもレイチェルも知ってる仲だったので、久しぶりっていう感じから始まって非常にスムーズでした。当時の交渉だとリモートの交渉だと思うんですけど、どういうふうにベイスターズの魅力を伝えていったとかあったら教えてください。まず最初にこちらの本当に獲得したいという思いを役員陣とか会社全体で思ってたので、とにかく我々の思いを悔いのないようにぶつけようと思ってました、あとはベイスターズっていう球団が彼にとって魅力があるっていう自信もあったので、それをなるべく詰め込もうと思って、70ページ以上に及ぶ提案資料プラス DeNA グループベイスターズの紹介資料っていうのを作って彼らにぶつけるっていうところからスタートしました。より具体的に契約成立まで持っていったのかみたいなところの交渉術を深掘っていきたいんですけど、ズバリ交渉が成立した大きな要因はどういったポイントだったのかっていうところを聞きたいです。大きく3つあるかなと思っていて、1つはバウアー本人および代理人含めた関係性の構築というところ、2つ目は過去のバウアー今のバウアーを深く理解するということと、3つ目は彼が将来どういったことをしたいかというところを理解するというところ、この3つがキーポイントだったかなというふうに思います。バウアー選手のニーズって具体的にどういうところですか。彼はメジャーリーグのスター選手であると同時に経営者であるという顔を持っていますと、経営者という側面でいうと、彼はバウアーアウテージっていうアパレルブランドを持っていたりですとか、モメンタムっていうドキュメンタリー制作会社を持っていて、YouTube で積極的に配信したりですとか、あとはアリゾナにトレーニング施設を持っていて、マイナー選手とかを育てるようなこともしているんですね。そういったところを彼は興味あるってことを本人のヒアリングから理解をしています。
そういったニーズに対してベイスターズはどういった形でそれを満たすことができるのかっていうふうに考えたのかを教えてください。彼はそれをまあアメリカで主に展開してました、うん、日本にも興味があってすごい親日家ということは、まあ、2019年の頃から知っていて、はい、日本でもぜひそういうビジネス展開をしたいですとか、うんうん、日本の世界でファンを増やしたいというニーズがあったので、それだったら我々が一緒にできるよと。でそれがバウアーのメリットもなるし、ベイスターズのメリットもなるので、ウィンウィンだよねというところが大きかったかなと思います、うんうんうん、で具体的に DeNA がバウアー選手にどういった案を提案したのかみたいなのがあったら教えてください。大きくビジネス面で3つありまして、はい、1つ目はアパレルブランドのバウアーアウテージとのコラボレーション、はい、2つ目は個人ファンクラブの設立、うんうんうん、で3つ目はドキュメンタリー制作での協力でした。1つずつ聞いていきたいんですけど、まずアパレルブランドバウアーアウテージとのコラボレーションについてなんですけど、選手グッズではなくて、まあ、そこのアパレルブランドとのコラボレーションっていうような選択を取った理由みたいなのあったりしますでしょうか。彼はもうすでにバウアーアウテージというブランドでアパレル商品をアメリカで EC を使って、うんうんうん、販売してました、はい、私も買ったことあるんですけども、はい、非常にデザイン性も良くて、うん、日本でも受けるんじゃないかという感触はありました、うん、なのでこのバウアーアウテージというブランドを生かして我々がライセンスを使って日本で売ることによってこれはヒットするんじゃないかという感覚はありました、うんうん、あとは我々が持っている商品企画力ですとかベイスターズが持っている販売チャンネル、リアル店舗のチャンネルを使って展開できるんじゃないかというふうに思ってました。うんうんうん、2点目だったファンクラブっていうところについてお伺いしたいんですけど、このファンクラブ設立っていうのを起案した際のベンチマークだったら教えてください。ヤンキースから楽天に戻った田中将大選手が戻った時に、はい、田中将大選手の個人ファンクラブっていうのを楽天さんが企画しました、うんうんうん、でそれを参考にしまして我々も商品設計をしました、うんうん、どういった狙いとかありましたか。ベイスターズでは選手の個人ファンクラブを作ったことはなかったんですけども、はい、バウアーほどの人気がある選手であればこういったことも受けるんじゃないかと、今後我々がそういうことをやっていく中での試金石になるのかなと思いまして作りました。実際そのファンクラブを運営する上でコンテンツを拡充させるの大変そうだなと思うんですけど、そこら辺どういうふうにやっているのかお伺いしたい。契約する際に我々はその個人ファンクラブを作りたいんだけどどうだって話をした時に非常に乗り気でして、はい、ファンクラブ会員向けての特典っていうと、いくつかこういうことをやりたいこういうことをやりたいっていうのを提案して彼にぶつけました、うん、はい、で意外とおいいよいいよみたいな感じで結構乗り気だったところがまず意外でしたよね、うんうん、はい、なので割とスムーズに商品設計っていうのは行きました。あとは実際このファンクラブの会員を募集してからも本人の意向でいやもっと彼らに対してメリットをあげたいっていうことを提案してくれて、より充実した今ファンクラブの設計っていうのを行っているというところです。すごい、めちゃくちゃこんなこともやりたいみたいなことを提案してくれるんです、はい、とてもファンを大事にしています。この一連の中で一番の時きつかったなみたいな時期ってどういったところでしたか。基本合意したのが2月下旬で、はい、我々が正式に世の中に発表したのが3月14日だったんですね、はい、でその間に当然ファンクラブの話とかアパレルのコラボレーションの話とか準備進めないと間に合わないこともいっぱいあったので、はい、社内の結構な人たちを巻き込み始めてました、うん、結構あるあるなのはこういう合意事項って世の中に漏れちゃってメディアに書かれたりもするんですけども、はい、2週間以上も我々秘密を守らなきゃいけない期間がありましたすごく漏れるんじゃないかでもまだできないみたいなところは非常に言いたいけど言えないみたいなところは非常に苦労しました。そこだったんですね。契約締結まで頑張ってる時よりもやっぱそっちの方が意外ときつかったりしたんですね。そうですね。秋田さんもあったら教えてください。先ほど合意決まった時の話がありましたけれども、ちょうどそのタイミングで一緒にずっと交渉していた中米スカウトもたまたま日本にいたんですね。なんでその喜びを彼らとも分かち合うことができたんですけれども、本当決まった瞬間に私自身は喜びがほとんどなくて、どっちからっていうとこれから何が起きるんだろうという、今までの私の経験が生きるような感覚がなかったので、なるほど、本当にどうなるのかなっていうような不安がいっぱいだったことはよく覚えてます、うんうんうん、朝起きるたびにニュースチェックして漏れてないから漏れていかないかなっていう気持ちで2週間過ごしてた感じですか。そうですね、基本スポーツ新聞って朝の5時ぐらいにネット上に出てくるので、はいはい、朝1はまずそのチェックっていう結局漏れることなく。そうですね、うん、だいたい海外からこういうの漏れるんですけども、はい、外国人の話はまず夜中に海外ニュースをチェックしてみたいなところが始まるんですけど漏れなかったですね。うーん、はい、素晴らしいですね。
バウアー選手が来日した瞬間のエピソードとかがあったら教えてください。彼が来日した日にちょうどベイスターズで毎年恒例の出陣式というイベントをみなとみらいでやる予定だったんですね、はい、ちょうど間に合いそうだったのでサプライズでここに出てもらおうという企画を用意してました。そしたらすごいインパクト出るんじゃないかというふうに楽しみにしてたんですけど、はいはいはい、残念ながら雨で中止になってしまってうわー残念だねと言いながらみんなで焼肉を食べてました誰か空港にお迎えとか行ったんですか？私が今もいつも一緒にバウアーについてる飯沢通訳と一緒に迎えに行きました、はい、ゲートから彼らが出てきて来日の様子を撮影するカメラクルーとかも一緒だったんですけれども、はい、まあ、彼の発した一番最初の言葉がそのカメラはどこのメーカーなのっていう言葉だったのが、まあ、今から思うともういろんなものを象徴している一言だったのかなっていう今でも大体聞きます。そうですね。そうなんですね。何か撮影されるとそのカメラ何ってところが始まります。どのぐらいの画素数なのとかすごい細かく。あ、そうなんですね。その YouTube 撮影も結構じゃあそのバウアー選手が機材とかにこだわられてるんですか？一回買い替えてましたね。一眼レフを使ってますけど。あ、そうなんですね。こういったカメラ買えないのかって聞かれるんですけど全く分かんないんでまず調べるところから始める。そうなんです、はい、そういったことは本当一緒にいる通訳は苦労してると思うこだわりあるんですね。逆に来日してからバウアー選手が一番驚いたことって何かありましたか？彼が来日したのは3月ですけども1軍で開幕していて彼が2軍で調整中だったんですね。ベイスターズのホーム開幕シリーズの、まあ、2戦目に彼もぜひ一度1軍の試合を見てほしいとで招待しました。その日はちょうど3連敗4連敗して、初めて勝った日だったんですね。ですごくいい試合でいろんな演出も余すことなく見れて安明ジャンプも入れましたしイニング間で暗転してみんなでダンスするようなイベントですとかヒーローインタビューですとか勝利後の花火ですね。その辺も全部彼が見て、はい、その辺の演出にめちゃめちゃ驚いてました。すごいと、こんなのメジャーではないと、お前らはすごいいい仕事をしてるみたいなことを言ってました、はい、他の選手との絡んでるエピソードとかがあったらじゃあヒーローインタビューでも日本語を披露をする機会が結構あると思うんですけれども、はい、通訳がうまく入ってくれることもあって、はい、あの日本人選手とうまくつないで言葉を教えてくれてっていうことが多くあると思います。毎回変な日本語を教える選手がいるらしいです。そうですね、大体いつも同じ選手のことが多いと思うんですけれども国際グループの我々からするとどんな形であったとしても積極的に外国人選手に絡んでくれるっていうことは一つでも多くコミュニケーションが増えるっていう意味で本当にありがたいですけど、うんうんうん、それこそバウアー選手の YouTube 見てるとみんな結構楽しそうに馴染んでやってるので、うん、なんかいいですね。そうですね、中にはそのバウアーの YouTube に自ら映り込んで放送してたりするような選手もいたり楽しんでくれる選手が少しでもいてくれてよかったなと思いますね。この一連のチャレンジングのプロジェクトを成功させたということで改めて交渉っていう大枠でこれが大切だよっていうところがあったら教えてください。とにかくウィンウィンになることですし、はい、交渉中も結構このウィンウィンっていうことを私は結構使うんですけどもお互いにとってメリットがあるものじゃないと交渉ってうまくまとまらないですし、はい、締結してからお互いがハッピーにならないのでそこはすごく意識してますね、はい、でそのためには情報収集ってすごく重要で彼らにとって何がウィンかっていうのを理解しなきゃいけないのでそこの情報収集で特にこういう選手契約に関しては、まあ、選手だけじゃなくてその周りにいる家族であったり、はい、代理人であったり、まあ、いろんなニーズがあるのでこの辺の情報収集をしっかりやるというところとあとは相手の立場に立ってですね自分がこの選手だったら何が望むだろうってことをしっかり把握するというところですね。でさらには球団目線でも私だけの目線というよりは、まあ、ツーラックアップ目線と DNA も言いますけども、はい、YDB の経営者の立場だったらどういうふうなことがいいんだろうっていうことをまあ意識してやるというところですね。あとは最後にこの交渉術的なことですけども、はい、特に外国人相手にすると交渉相手がこいつ意思決定権限持ってるのかってところ、はい、お前と話して意味あるのってところはすごく見られるので、はいはい、ある程度交渉の権限を持ってるこの人に話せば意思決定してもらえると思ってもらうことはすごく重要なのでそのためにもある程度交渉の裁量権を内部で調整して交渉に臨むってことは昔からやってました。それを認めてくれる上司に恵まれてきたかなというふうに思います。
なんか秋田さんの方でも交渉術があったら教えてください。交渉の中で私の役割はやはりそのベイスターズの窓口になるので、はい、実際に契約してシーズンが始まれば実際に一緒にいるのはチームメイトだったり監督コーチだったり通訳だったりするんですけれども、交渉の時点では私や今回であればカビアさんを見てベイスターズだと思うんですよね。なので私の一言だったり言動だったり行動一つ一つが彼らの中のベイスターズの印象となってしまうので、その責任感っていうものは強く持って対応していたつもりでございます、うんうん、ありがとうございます。本日はありがとうございました。でですね、前編はここまでなんですけど、後編はなんとバウアー選手側の代理人のレイチェルさんに実際のところ DeNA ベイスターズの交渉がどういうものだったのか、どういうふうに感じてたのか、最近のバウアー選手の様子はというところを深掘ってとズームつないでリアルタイムで聞いてみたいと思うので、ぜひそちらの動画も楽しみにしていてください。ありがとうございました。And I think that made for an interesting adjustment for Trevor to have to kind of make. DeNA ベイスターズでプレーすることを決めた一番の決め手っていうのがあったら教えてください。The first being Trevor's always really wanted to play in Japan. Hardships, and it's really cool to see him kind of fulfilling this opportunity and this dream in Japan and really embracing it.